ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。で、今回は、また今日から新しいイベントが、めっちゃイベント盛りだくさんな感じやけど。今日からまた今度は、匠のロックンローズフェスっていうイベントが始まるので、ちょっとそれを見ていこうかなと思います。通信エラーが。へい、ちょっと待ってね。ふわふわの元が。そして、これはまだ出来上がってないんやっけ、あっち。うわ、まだ全然いいや。46時間もあった。お、たくみさん。たくみさん。かわいい。あら、あなたに会うのは初めてかな？私はたくみ。普段はとある会社で働いてるんだけど、久々にまとまった休暇が取れたから遊びに来たの。たくみさんってこういう趣味あるんやね。え、普段からこの格好してるのかって？ん？よく聞いてくれたわね。実はこれ、バンドのライブ用衣装なの。バンドを。かっこいいでしょう。今回は初ライブだし、演出を盛り上げたいんだ。ゴシックのイメージのバンドだから、コウモリと言葉してかっこいい感じにしたいなと思ってるの。それで不思議なバラに釣られてやってくるコウモリたちの噂を聞いて、ここまでやってきたってわけ。じゃあなんでここに集まるの？ねえ、あなたのガーデンで不思議なバラを育てて、コウモリを集めるの手伝ってくれない？手伝ってくれたら素敵な家具をプレゼントしちゃうから。今回は、蝶々とかバタフライじゃなくって、コウモリコウモリを集めるということで。そう、一応前回のガーデンイベントと同じような感じではあるらしいんやけど。あ、コウモリの捕まえ方知ってる？説明した方がいいかな？一応聞く？多分一緒やと思うけど。多分一緒やと思うけど。うん、わかった。じゃあ説明するわね。ちょっとこっちに来てくれる？ほいほい。あ、なんかすでに植えられている。植えられているっていうか、ここの花なくなったんですけど。え、すべての花なくなったんですけど、勝手に引っこ抜きやがったの。さあ、着いたわ。ここが練習用エリアよ、練習用エリアか。なるほどね。あそこにもう少しで咲きそうなお花があるから見てて。おー、咲いた。てかめっちゃ綺麗なんやけど。ほらほら、エナちゃん。コウモリが現れたわ。早速捕まえてみましょう。お題0の0。2匹。練習は多分普通に捕獲できるんやろうな。練習はね。どうすか。はい、1匹。すごーい。上手に捕まえられたわね。その調子でもう1匹捕まえてみて。めっちゃなんか子供扱いされとる感が。小さなコウモリ。あ、じゃあ次、あれか、小さなコウモリと、ええー、逃げる。次は捕まえれるやろ。だって、0の0、2匹必要やん。あらら、残念だったわね。今みたいに逃げられちゃうこともあるのよ。でも大丈夫。このガーデンにいるハニワ君に頼むと必ず捕まえてくれるの。あ、なるほど、それをやると。お願いするにはリーフチケットが必要だから、今回は私のを使って捕まえるのを頼んでみましょう。それをそのままください、私に。そのリーフチケットを。確実に捕獲。ほい。小さなコウモリ。今回は色じゃなくって大きさってことなんやね。よし、それでは気合い入れて捕まえれてひ。一応今回も前半後半に分かれてるみたいなんやけど、多分今回、何、表示されとる期間っていうのは前半だけの期間かな？じゃないと多分6日間ぐらいしかなかったけん。今回あまりにも短いもんね。前半後半でそれやったら。ね、バッチリ捕まえてくれたでしょ？困ったら、ハニワくんにお願いしてみてね。まあ、あれよね。ほとんど多分頼まないと思うけども。さて、ここにいるコウモリは全部捕まえたわね。はい、これ私からプレゼント。これが一応0の0の。紫のガラスのバラの。長いな、名前。てんてんてんになっとるやん、最後の方。あ、そうだ。このコウモリをあなたのお友達にお裾分けしてあげましょうよ。お裾分けするにはお友達のガーデンに行く必要があるの。じゃあ、早速行ってみましょう。もういろんなところ。こんばんは、みんなこんばんは。たくみさん洋服可愛いけど似合わない。これもあれ？何、架空のフレンドのところってこと？さあ、着いたわ。そこのお花に捕まえたコウモリを話してあげて。え、どうせならさ、ちゃんと本当のね、フレンドさんのところに話してあげたくない？練習で捕まえたとはいえ。っていうかめっちゃ花綺麗なんやけど。
超可愛いんやけど。ね。いいね、いいね、これ。てか、この花が、その、イベントの時だけじゃなくって、常時会ってくれたらいいんやけどね。うん、バッチリね。ただ、お友達のガーデンにお花がないとお裾分けできないから気をつけてね。はい。これは私からのプレゼント。今回もあれかな。別にこのイベント用の花以外のところにもちゃんとお裾分けできるんかな。お、赤いガラスのバラの種。やったね。おー、いいね、いいね、いいね。近づけば、より一層綺麗な。捕まえたコウモリをお友達にお裾分けすると、私からちょっとしたプレゼントをあげるからね。コウモリを捕まえたら、どんどんお友達のところに話してあげて。さあ、そろそろ帰りましょうか。なんかこれ結構、滑舌強すぎ。私、滑舌悪い方よ。だいぶ。お疲れ様。じゃあ最後におさらいよ。コウモリはガラスのバラにやってくるから、それを捕まえて。捕まえてくれたコウモリの数によってお礼を用意してるから、いっぱい捕まえてちょうだいね。数によるのか。で、捕まえたコウモリはお友達にお裾分けしてあげてほしいの。私がコウモリを集めてるって、いろんな人に知ってほしいもの。どんだけの数のコウモリ飛ばすんやろ。そんなライブ嫌やけど。はい、これで説明はおしまいよ。何かわからないことがあれば、イベントについてから確認してね。それじゃ、頑張ってー。あ、私の花あるわ。あ、すでにフレンドさんたちめっちゃ送ってきてくれとる。ありがとう。ありがとう。素晴らしすぎる。ちょ、待ってね。じゃあちょっと捕まえましょうか。まとめて捕獲。てか、このガーデンのさ、花の世話とかを、こういう風にまだいっぺんにできるようになってないよね。なってないよね。早く。てか、このガーデンイベントの前にして欲しかったんだけど。じゃないと、この期間中に多分また、花を大量に引っこ抜いては植えての繰り返しをしなくてはいけないから、お、だいぶ捕まったんじゃないの？なんか今回一応、ツイッターで見た限りでは、前回のガーデンイベントがめちゃくちゃ不評やったらしく、捕獲確率をなんか若干上げとるらしいけん。ね、前回ちょっと、いいってなっとった人も、やってみたらきっと捕まるはず。お、どんどんクリアしていく。あ、一応このお題、一個あたりのお題の引き数？クリア条件もすごい少なくなったんやね。こんばんは。遅くなった。大丈夫、大丈夫。そうそう、その調子でコウモリいっぱい捕まえてちょうだいね。はい、これを受け取って。一気に大量のアイテムゲット。バラの鳥かご。お、いいやん、いいやん。え、やけどあれ、中にもバラが。中に鳥はいないの？お、そしてリーフチケット、ガーデン肥料、クールの素。イエーイ。初めてのお題クリアね。おめでとう。どうかしら？コウモリを捕まえるのもなかなか楽しいでしょ？わからない。別に変わらない。お題はまだいろいろあるし、難しいお題になるほど俺は豪華になっていくから頑張ってね。なるほど。え、お題、1の5までクリアして、まあ、一応、1の5までクリアじゃない、1の4までクリアして、え、最初の1個だけ家具。え、マジで？あとの3つは、アイテムやったってことで、リーフチケットとか。うわー、なるほどね。なるほどね。てか何がもらえるって次、あ、じゃ、次これクリアしたら、ゴシックお団子ヘア。あ、髪型が変わるよ、髪型が。髪型が変わるよ、やったね。え、そして小さなコウモリは、お題1の10まであるのか。60匹。バラのアイアンフェンス、ゴシックなステージ衣装。なるほど。そして金の小さなコウモリは、ゴシックなシルクハット。こっち男の子仕様かな。バラのランプ、お、エレキギター、RS1。そしてバラのアイアンフェンス、バラのドラムセット。へぇー。バラのができる。すげぇ。いいね、いいね。ってことで、じゃあさっきもらった花の種たちを植えていこうか。お、次々と。コウモリ、これ、あれかな？花植えて咲いた時の出現率も高くなっとるんかな、もしかして。あー、ほら、すべてに来たよ、すべてに。もしかして誰かがくれたとかかな。そういうことかな、違うよね。人のマークが出てないけん違うか。あ、じゃあとりあえず、今この、ちょ待ってね、これもとりあえず捕獲していきまして。はい、まとめて捕獲。オッケー。オッケー。
さあ、捕まるかな？あ、じゃあ紫の方に小さいコウモリが来て、で、小さな金のコウモリ、ん？は、赤いバラの方に来るってことかな？よし。お、これでとりあえず、お題1の5もクリア。今回のキャンプモリはバレンタインしようだと思ったんだけど、なんか知らんけど、ロックフェスやったね。なぜだ？捕まえるの慣れてきたんじゃない？これで私のライブがいい感じに。キャッ、とっても素敵。かわいい。あ、ごめんなさい。これはお礼よ。受け取ってちょうだい。へえ。なんかちょっと余韻に浸っとって、もらえないところだった。お、ゴシックお団子部屋もらえた。やったね。やったね。バレンタイン賞やったらなんかちょっと可愛い感じになったんかな。じゃあこれからも頑張ってね。なんかこの人事みたいに言われるのはちょっとあれやけど。はい、それじゃあちょっとさっき、コウモリをくれてた人たちのところにお返しに行こうかなと思います。おぉ、Kさんが大量にくれてるのね、コウモリ。なるほど、じゃあちょっと、あ、イッシーさんもくれとったん、ありがとう。ありがとう、さっちゃんも。よし、じゃあこの3人のところに返しに行きます。遊びに行く。ガーデン。この一応なんか水やりができるできん、お裾分けが何匹できるみたいなやつも、ね、見れるようになっとるみたいやけん。もうお裾分け何匹っていうのは別にあれかなって思うけど、水やりできるできんは結構みんな助かるって言うよね。たくみさん飛び盛りにも出てくるよね。たくみさんなんかあの、何やった？アメーボプラスになって一回だけ出てきたかな。一回だけ何かしら。紫の方に、あれよね。小さなコウモリが出てくるよね。こういうの結構ね、いろんな人にコウモリもらったら、ちょっと、配分を間違えたらね、全員にお返しすることができになるけん、私いつもちょっと困るんよね。さすがエナちゃん、お友達のためにお裾分けしてくれたのね。いいことしたじゃない。はい、これ私からのプレゼントよ。あれやろ？種やろ？インフル A でした、病院行ったら。え、あれやん。しっかり治していかなければ1週間ぐらいかかるんかな。レアのコウモリを捕まえるためにはたくさんお花を育てないとね。ってことで種も入れといたわ。これからもよろしくね。ありがとう。これ結構ね、動物たちのお願いを聞くよりも、あの他の人のところにお裾分けに行った時の方が、あの種がいっぱい手に入るんよね。でもそのためにはいっぱい捕まえんといかんけん、やっぱり捕獲率が高くないと、あのお返しにもいけんし、そのコウモリを呼び寄せるための種をゲットすることもできないという。あれ？押せてなかった。おお、すげえ、大量に。大量に。はい、種まき10回でカチカチの元。これ何？今のなんかブーツみたいなの。あ、そっか、こっちでももらえるんか、そういうのが。なるほどね。そしてペラペラの元。あ、さっきのタイツかな。これがブーツやね。なるほど。そして、キーの元。お、花の種も10個もらえたやん。やったね。はい、そしてセンベル。いい感じ。ん？あとは、まだイベントチャレンジ。イベントチャレンジ、種まきは、やっぱ最高。あ、250回。で、ガーデンで、コウモリの捕獲。捕獲は150回。一応これは成功、失敗関係なく、捕獲に挑戦すればいいだけよね。そして花の収穫が、250回収穫。あ、前回なんか300とかあったけど、そこまではないんやね。まあ、あれ結構なんかきつい感じやったけど。こんな感じで、黒いタイツとエンジニアブーツ。なるほど。まだね、肝心の服が手に入ってないよね。肝心の服が。そしてちょっと、この、話したい子たちがいっぱいいるみたいだから、じゃ、とりあえず話しかけていこうかな。スパークくーん。寝ている。寝てるよ。たくみさん、キャンピングカーに捕まって移動してる。やば。なるほど。私のキャンピングカーに捕まっとったよね。疲れた時に椅子に座ると不思議とすぐに眠っちまうんだよな。尻にスイッチでもついてるんじゃねえかってくらい、座った途端に眠くなっちまうんだ。尻にスイッチ。俺ももう歳なのかね、ピカ。何歳だよ、スパーク。おっさん？でも喋り方的にはちょっとおっさんっぽい感じするよね。
なんとかなのかねみたいな。それ私の喋り方か。そしてエレフィン、なんかことごとく喋りたいって言ってる子たちが寝てるんだけど。あら、アイナちゃん、もう夕食は食べたの？実はまだ食べてないんだ。お話を聞かせて。寒いわね、アイナちゃん。寒いと部屋の中にずっといたくなるけど、おしゃれなコートを着て外を散歩するのもなかなかいいものよ。エレフィン、それ以外の服着てるっけ？それ以外の服着てるっけ？お、そして、お、キャラメルさんか。キャラメルさんは起きてるね。アイナさん、こんばんは。夕食は取られましたか？みんな人の夕食めっちゃ気にするやん。アイナさん、クラフトの材料は足りていますか？キャンプ場の管理をされていると足りないものが多いですよね。なので、これをプレゼントします。お役に立ちますように。ワン。めっちゃいい子。めっちゃいい子、気遣いができるね。うわ、助かるわ。カチカチの元38個ももらった。やば。ありがとう、キャラメルさん。そして、あとは？リッキー。お、ちょうど手前にやってきたわ。あ、アイナちゃん、晩ご飯は何を食べたの？みんな、晩ご飯気にしすぎだって。何、みんなお腹空いたの？そうそう、これ珍しいものらしいんだけど。アイナちゃんにはいつもお世話になってるから。どーんとあげちゃうよ。どやー。どやー。お、キーの元10個。いいね、いいね。もぐもぐの元も結構ね、あんまもらえんけん貴重なんよね。さあ、これで。うん。これで、オッケーでしょう。お、すげえ。あんな眠そうな目しながらビンタくん超やるやん。超やるやん。とりあえず今のところ、ゲットしたものをちょっと着替えていこうかなと思うんやけど、でもこれ、あ、他になんか合うもの、あれか。こういう時に、ハンナちゃんの服。あ、かわいい！いいね、いいね、お団子ヘアいいね。はい、そしてタイツ変わら変化がない。そしてエンジニアブーツ。そしてここで、どこ行った？あ、どこ行った？はんなちゃん、あった。スパイダーの服。イェイ。半袖になったけど。半袖になったけど。なんか長袖でいいものないかな？特になさげな感じやな。特になさげな感じやな。ピエロの服とか合わん？なんか違うね。なんか違うね。あ、このジッパーの服でもいいかな。あ、これも、これでいいかな。うんうんうん。ちょっと若干地味な気がするけど、まあ。まあまあまあ。ね、いいでしょう。ほい、それじゃあ。今回も私、このマップ上におる動物たち、出会ったことない動物たちやね、私が。じゃあちょっと一応出会っていこうか。キノコ。誕生日の時に動物たちから祝ってもらえるのを知らなくて感激しました。あ、そう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 、らしいよね。私もちょっと誕生日の時にはちゃんとポケモリを起動しようと。起動しようと思うよ。あんたのキャンピングカー、ダチって感じがしてとってもいいじゃないか。車は持ってないけど、最近うちも着物の旅を始めたばかりなんだ。あ、うちはヒナコ。よろしく頼むよ。暑いわ。暑いわ。寒いと思うけどな、今。早速だけど、うちに何か用があるかな？これどうぞ。今回、キャンプじゃないわ。マップ上におる子たち、また新しい子たちばっかりってことはあれやね。私多分、このライブ配信内にまたレベルが上がるはずだわ。ありがたいな。かわいいね、ヒノコ。お願いクリアー。さあ、これで。お、紫のガラスのバラの種、ありがとう。ちょっと言いにくいけど。ちょっと言いにくいけど。いやー悪いね。あんたのおかげですごくいい気分さ。いいね、いいね。いちごかわいいですよね。いちごかわいい。ね、いいよね。私あれ何号までおるか知らんねえけど、何号までおるんや。一応、うちの村には4号さんがおったけど、前に。あの、ゴリラの。そりゃっていうやつ。はい、アジをどうぞ。どうすか。お、持ってきてくれたんだね。おにぎりよ。熱いわ。さあ、これで。動物たちの、
お礼は紫のガラスのバラの種なの。で、たくみさんからのお礼は赤ってことなのかな。紫の、紫？赤？赤の方が貴重なんよね。じゃ、貴重な方はたくみさんがくれるということや。なるほど、なるほど。お、いい感じ、いい感じ。どんどん、どんどん仲良し度が上がってくー。あ、4号さんまでなんやね。なるほど、なるほど。じゃ、その最後のやつがおったわけやね。うちに。そしてなんか、ゴリラ。ダンベル！いいね。いいね。グッドボタンを押しました。ありがとう。ヘナコフラミンゴ。あれ、フラミンゴ？フラミンゴなのか。かわいいね。かわいいね。どうも。おー、すげえいいじゃねえか。何があって、おめえのキャンピングカーのことだよ。俺最近旅を始めたばっかなんだが、キャンピングカーに憧れてるんだわ。おっと、自己紹介が遅れたな。俺はダンベルってんだ。まあ、一つよろしく頼むぜ。あれをね、このポケモリに出てくる動物たちは、キャンピングカーを所持してる子が一人もおらんのよね。早速俺に何か用があるか？だって飛び森の方は、アミムプラスになってから、あの、キャンピングカーを運転しよる動物たちが続々と現れよるけど。ポケモリ、ポケモリこそ、ないの？だって動物たちに、それぞれの動物たちのキャンピングカーの中とか見れたらとか、よくない？よくない？ね、やけん動物たちにもキャンピングカーを用意していただきたいなって感じなんやけど。よっしゃ、それじゃあ早速いただくとするか。当然、おめえまくっていくだろ？いいね、いいね。フルーツ盛り合わせ。取ってきたフルーツをダンベルと一緒に食べた。新鮮天然丸かじり。あ、そういえばあれよね。4号さん。あの、セブンイレブンの限定配信のやつで、7号さんっておったことない？あれはなんか特例なんかな？あの、戦隊ヒーローとかに出てくる、なんか後からひょいって出てくるちょっと追加メンバーみたいな。ああいう扱いかな？宿題アレルギー。宿題アレルギー。多分大体の人がそうやね。よ、調子はどうで？ガオ。ガオ。ライオンじゃないのに。ライオンじゃないのに。テントの中入りたいな。それはあるね。そうやね。ほんとよ。みんなキャンピングカーはなくてもテントはあるのに、テントの中に入れないっていう。その辺もなんか実装されんかな。重くなるんかな。いやーよかった。おめえって癒したな。ガッハッハ、豪快な笑い方。豪快な笑い方。ありがとう、カチカチな元。お、あと、あと、一回、ああ、誰のもクリアできない。あ、でもそっか。最初出会っただけで一段階上がるけん、それでいけるね。ペンタくん。なんかもうそのまんま感があるけど。ヒーロー系キャラ意外と多いですね。今のヒーロー系かな？わからんけど。わからんけど。今の子はヒーロー系なのかな？あ、ヒーロー系ってあれか。1号、2号、3号、4号とかそういうやつね。お前も旅をしているのか。実はオイラも旅を始めたばっかりなんだ。キャンプって楽しいよな。キャンパー同士仲良くしようぜ。ダペン。あ、語尾もそのまんま。かわいい。かわいい。もしかして、早速オイラに何か用か？用は特にないんやけど、お話を聞かせていただければ。お前バザーって知ってるか？タペン。自分ではなかなか集められないものも、バザーなら簡単に集められることもあるんだ。友達に会ったら忘れずにバザーをチェックしろよ。そうなんよね。こういう、お願い事とかで、自分で集めれんやつとか結構。お、キャンパーレベルが41にアップ。やったね。やったね。そう、ゴリラなのに顔。深いよ、深いよ。あ、これ。アゲハチョウその辺飛びようやない？飛んでない？こういう時に限って一匹も飛んでないっていうね。はい、それじゃあ、メイちゃんに出会いに行きます。イベント楽しいね。楽しい。イベントは楽しいよ。大変やけどね。全部集めようって思っとったら大変やけど。まあ、ゆるーく楽しめたらいいけどね。今回も期間が短いみたいなので。頑張っていかなければ。あなたのキャンピングカー、旅の相棒っていう雰囲気が出ていて、とっても素敵ですね。まずはキャンピングカーを褒めるところから。みんな共通の。
私もいつか自分の車を買いたいと思っているので、そういうの分かれちゃいます。私、メイって言います。旅を始めたばかりなので、よろしくお願いしますね、あるね。中国。中国風。なんで？クマ？パンダじゃない。クマ。クマ？クマって中国？ところで、私に何かご用でしたか？おしゃべりしよう。泊まるべ広場のショップはいろんなお店が入れ替わり出店してるんです。かわいい洋服やアクセサリー、家具に雑貨など楽しいことがいっぱいですよ。私としては本屋さんとかお菓子屋さんにも来てほしいんですけどね。あるね。ああ、それはね。それはね。みんな多分お菓子とか来てほしいんやと思う。めいちゃんかわいいよね。私もめっちゃかわいいと思う。いいね、いいね。あ、そう、そういえばさっきの受け取りをしておこう。レベルアップボーナス。続々とレベルが上がっていくよ。私の。さあ、そして何か売ってないかな。さっきから可愛いしか言ってない。可愛いからしょうがない。可愛いからしょうがないよ。ん？これは、これ普通の白いストッキング。白いストッキングってなんかさ、王子様のコスプレの時とか、なんかそういうイメージがあるんやけど。でもなんか知らんけどね。私幼稚園の時にさ、なんか幼稚園の時、白いストッキング？白いタイツか。白いタイツを履いてのなんか、劇みたいなのがあったんやけど、しかも男子も。なんで白やったんやろうね、今思えば。登山靴。登山靴とこっち何？なんかちょっと民族的な雰囲気が。木靴。よくわからんけど。よくわからんけど。木靴かわいいな、買っとこうかな。お金はある。いらっしゃい。それは奇靴だぜ。値段520ベルだけど欲しいのかい？買っちゃいます。ほらよ、毎度あり。ありがとう。登山靴も買っとこうかな。登山靴も何気にちょっと遠目に見たらいい感じなんよね。800ベル。ほらよ、毎度あり。キャラの好きなテーマによってテント違います。あ、わかるわかるわかる。わかるよ。でもなんか一番見かけるのはなんかファンシー系な気がするんやけど。ファンシー系のテントを一番よく見かける気がする。またこの高い1万円のバッグが。あ、これはあれか。話しかけるまで値段すら言ってくれんやつやったっけ。金はある。かっこいい。かっこいい。そう、一応ね、それぐらい払うお金はあるんだ。なぜか大人系好きなんだよね、フランソワとか。フランソワ可愛いよね。まだ一回もフランソワが現れてくれてないんだ。まだフランソワ出会ってないんだ、私。さ、呼べる子はとりあえず今は、いないんだよね。いないんだよね。じゃ、とりあえず何か作り始めれるものはあったか？ちょ、待って、とりあえず出会ってる子からにした方がいいよね。メイちゃん多分あと一つぐらいやったよね。待合室の椅子。はぁ、全然作れない。ふわふわのもと5個しかないやん。こうやって、いろんな子、とりあえず、作れるものがある子は、ババババババっていろいろ作っていきようんやけど、なかなかよね。ここは多分、あ、ピーチクさんキノコ系なん。ピーチクさんキノコ系ってちょっと意味わからんけど、キノコも私、多分あと1個ぐらい。ナチュラルなベンチ。やっぱふわふわいりますよね。やっぱふわふわいりますよね。あのキャンピングカーって実際に走ってそう。どのキャンピングカー？私の？他の子のやつかな？私のキャンピングカーちょっとね、見知らぬ猫塩やけん若干派手な感じするけど。そしてジンペイもあと一個ないね。ベッドやけん多分ふわふわいるやろ？ですよね。ふわふわ、なんかふわふわめっちゃ減らん？めっちゃなくならん？なんかそこだけ、すごい勢いで減っていきよる気がするよね。ここまだ結構ある。ハマスケも、アセロラ。クロス付きテーブル。なんでこれにもふわふわがいるの？クロス部分にふわふわがいるってこと？よくわからんないけど、基準は？リカルド。リカルド多分、あ、ソファーか。ソファーだな。作れんやないかい。くすけちゃ。ねえ、ふわふわすぐなくなるんよね。てか多分服の、
服の、何クラフトとかも増えたけん、多分他の人たちはさらに足りないってなったんじゃないかなと思うよね。私、服のクラフト全然やってないけん、あれなんやけど。あ、そういえば、この、今のこの、ロックンフェスイベントやっけ、何やったっけ、なんか、ロックンなんちゃらイベント。このたくみさんのイベントが終わったら、次のアップデートが来るらしいです。次のアップデートが来て、で、そのアップデートでは、動物たちの服の着せ替えができるようになると。やっとよ、やっと。次のアップデートの発表から長かったね、ここまで。だいぶ発表から実装まで長かったけど、このイベントが終わったらそのアップデートが来るらしいけん、超頑張ってね、クリアしていかなければね。そして何も作れないという。作れる子いないのかな作れる子いないのかな。ふわふわの元は任天堂ギフトでもらってたりします。あ、なんかこの間さっちゃんも言おったね。そう、マイ任天堂のやつでもらっとるっていうの。てかこれ水やり線でよかったっけ？最初のは大丈夫なのか。よし。たくみさんかわいい、たくみさん。ねえねえ、この衣装どうかな？私的にはすごく気に入ってるんだけど、変じゃない？変ではないけど、うん。たくみさんっぽくはないよね。着る服によってイメージって大きく変わるわよね。イメージだけじゃなくて気持ちも大きく変わるから面白いわ。この服を着てるといつもより大胆になったような気がするの。てか思うんやけど、たくみさんってラブリーが好きじゃなかったっけ？なんかハピモリの時にラブリーな感じの部屋がご所望やったはずなんやけど、たくみさん。ね、いつからこんなロック系になった？しかもね、ロック系って言ってもなんかちょっとゴスロリ系な感じするけど。ね、普通の、なんていうロック系じゃなくて。あ、座ってくれてるアルベルトくん、ありがとう。ありがとう。さあ、ということであれだね。今回はちょっとこの辺で終わりにしようかなと思います。すごいごくごく聞こえる。多分誰？スパークくんがコーヒー飲みよろうとかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。あと、ベルボタンで、通知の設定もしてくれたら嬉しいです。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の配信でお会いしましょう。またねー。お疲れ様です。みんなお疲れ様です。お、ポケモリ始めようかな。あ、まだやってない感じ。ぜひぜひ始めることをおすすめする、私的には。空いた時間にね、ポチポチできるのはいいよね。3DS もまあ、持ち歩きはできるけども、でも 3DS よりも多分気軽に、誰でもできる感じやし、まあソフトいらんもんね。無料でできるから。ポケモリデビュー。イエイ、いいね。お疲れ様です、みんなお疲れ様です。またみんなのとこちゃんとね、お裾分け行きます。お疲れ様でした。